ちは。よいしょ。どうも。こんにちは。どうもどうも。やっほー。こんにちは。どうも。うん。こんにちは。こんにちは。今日買ったもん178人。Kさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいてて。お疲れ様です。お疲れ様。初見さん、こんにちは。初見詐欺さんだよ。初見詐欺さんだよ、それ。違う、本物じゃない。偽物、騙されちゃってるよ。こんにちは、どう？やっほー。こんにちはみんな、熊と、キラ星、ありがとうございます。こんにちは、どうも。こんにちは。初見です。違います。違います。今日方まず179人。ライチさん、今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。いいよ、私は。ん？しょ。おぉ？なんて音これ。初訪問です。わかりづら。わかりづら、それ。呼びづらいよ。めっちゃ呼びづらい。フロマさんと結構たくさんありがとう。ありがとうございます。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様。初訪問。めっちゃ呼びづらいよ、それ。うん、でかいの。漢字でかいの。こんにちは。どうも。お昼ご飯食べて初訪問。初訪問じゃないよ。たぶんは困らせてなんぼ。なんでそれ。困らせてなんぼって何ですか。初恋です。初恋なの。どういうことよ。コップの水滴がすごい。オースター使おう。二度目の方ありがとう。こんにちは。でも、初見です。ローマ字にしてもわかるからな。わかるからな。こんにちは。どうも。こんにちは。はじめまして。違うのよ。本当にこのルームは初見すぎるんだから。よくないぞ。フロマンさん、レボさん、ありがとうございます。たけさん、ファンレベル11、ありがとうございます。はい、ね。はじめましてじゃないって。初見、いや、かぶってんのよ、コメント。初見です。そのコメントかぶることあんの。かぶってるよ。こんにちは。お、なかなか見ないよ。食券です。いいの、その漢字違い。いいのよ。今日方おはよう。おはよう。こんにちは。初見師です。何初見師って。何よ。こんにちは。こんにちは。かぶるのも意図おかしい。まあ、何言ってんですか。こんにちは。どうも。鼻刺されててめっちゃかゆい。ちょっと待って、無比持ってくる。かゆい、ちょっと待って。よいしょ、ただいま。ユーティーさん、ユーティーさんおはんレベル12、あいつです。あいた、おひもってきた。足刺されてる。かゆいよ。よいしょ。こんにちは。本当の初見さんどれくらい。いやー、みんなが初見ですって言うから、本当の初見さんが。こいつしづらいよ。こんにちは。今日は暑い。あ、今日は暑い。さっきさ、ブブのさ、なんか餌とかいろいろ買うのにさ、出かけたんだけど。なんか、ブブの餌とか、なんかいろいろ、なんだっけ、いろいろ買ってきた。ブディソープとかそういう日用品とか。いろいろ買ってきて。で、コギウンの当たりくじも引いてきた。5回引いた今日は。私が行ったところさ、まだ誰も引いてなくて、私が初めてだった。だから、とりあえず5回で、もう少し、減ったら、引きに行こうかなと思ってる。また明日か明後日か、行こうかなと思ってる。引いたのはね、
んだっけ。お、今日買ったもの182だ。宗平さん、今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。あとは、読めてるか。私が引いたのはトレイと、トレイとマスコットと、あ、今日ね奇跡的に被んなかったね。トレイとマスコットと、あれ保存容器、保存器めっちゃ可愛い、緑と薄いピンク、めっちゃ可愛い色と、あとハンディモップ引けて、あと巾着、保存容器セットとマスコットとハンディモップと巾着とトレイか、5個、5回引いた。でもまだね1個も減ってなかったから、ちょっとまた明日か明後日引きに行くぞ。ガチャガチャじゃないよ、当たりくじで。こんにちは、あなたもりょうさん、ファンレベル22、ありがとうございます。ティッシュボックスカバーとさ、ティッシュボックスカバーとクッション引けなかった。クッションさ、めっちゃでかかった、びっくりした、めっちゃでかい。てかラストマンショーでかい普通のぬいぐるみぐらいの大きさ、でかい、ちょっと大きめのぬいぐるみみたいな。クッションめっちゃでかかった。クッションと、あとティッシュボックスカバー引きたいね、次。もう少し減ってからがいいな、まだ誰も引いてなかったから、私が初めてだったから、もうちょっと減ってからがいい。こんにちは、あんたも本当の初見です。違うだろう、物長い、いや全部は無理よ、高いよ、1回800円だから、ね、あわするから、そんなには引けないよ、無理ですよこんにちは、お疲れ様です。お疲れ様、昼からもくじ引きに行こう。いや、どうせ減ってないよ、減ってない。また明日か明後日、明日行ってみようかな、減ってたら引こうかな。全部は無理よ、高いよ全部こんにちは、初音の方にやとうと思う。ゆずんじゃね、それやばすぎる、それやばい。じゃあそのティッシュのやつ、ティッシュボックスカバーと、あとクッションが引けたら嬉しいな。あと何があるっけ、私が引いてないの。でもそのハンディモップ1個引いたんだけど、ハンディモップもう少し、何個か、もう何個か引いておいた。ハンディモップさ、使いたいけどさ、掃除用のやつだから、可愛すぎて使えない。しかもこういうの白だからさ、汚れがめっちゃ目立つじゃん。だからなーっていう。あと、私が引いてないのは、ティッシュボックスカバー、フェイスクッション、ミニポシェット、まあ、トレイはまあどっちかあればいいな。私ピンク引いたんだけど、ブルーがあるけど、まあ、トレイは1個でいいから。あとハンドタオルセットか、あと保存容器の色が違うバージョン、保存容器デザイン違うのか、まあ、トレイもデザイン違うけど、保存容器は1個欲しいな、違うからのやつ。トレイ以外コンプリートしたいけどな、ちょっとまた引きに行きますあとで。お兄ちゃん全部いる、それはもちろんよ、もちろんそりゃ頭の方ありがとう。クッション当たったらブブにマーキングしてもらう。なんでよ、ブブマーキングしないよもうしなくなったから。6ぐらい買って銀のくちばしが当たるぐらいだって思ったのし、それチョコボールなのチョコボール違うの、荒らしてた。うちブブさんがボロボロにしてた。ブブはそんななんか部屋のもの荒らさないから大丈夫よ、荒らさない。ちゃんと爪とぎも爪とぎのやつでしかしないし、いい子ですから。こんにちは、ともくじ引きに行ったらちゃんと初見ですっていう何言ってん、なんでくじ引きですっていうの、おかしいでしょこんにちは、初物の方に挑めなかった、ありがとう。どうも、アンディモップは汚れとるものだから汚れても平気。いやちょっとさ、コギルのやつかわいすぎて汚れたらショックよ、かなりショックよ、だからな何個か欲しいね、予備欲しい。とりあえず1個引いた。こんにちは、お疲れ様です。お疲れ様、どうも。2度目の方にもありがとう。こんにちは、
髪ギュン、髪ギュンね、髪ギュンを黒に、黒にする？真っ黒になっちゃう、やだよ。何個か欲しい。ハンディモッパーは何個かあってもすごく嬉しい。他のものは被りたくないけど、あんまり。あんまり被りたくないけど。こんにちは。確かにヒョウガちゃんすぐに染みつけそう。なんで、なんでそうなるの？ご飯には初見だろう。どういうことよ、最後。何言ってんだよ、最近から。こんにちは、とも。最近違うだろうとかツッコミにキレが出てるよ。みんながボケすぎなのよ。みんながボケすぎてそうなっちゃった。みんなのせいだ。こんにちは。焦げ目。焦げ目になっちゃうから、真っ黒は。小麦粉の妖精ですから、白くないと、真っ白じゃないと。困るよ。うん、今日買ったもん、181人。キッチンさん。キッチンさん、今月もありがとうございます。ありがとう。いや、干渉せよ。ハンディモップ干渉用面白いけど。とりあえずは、ちょっと使えない。かわいすぎて。こんにちは。コギミン燻製。なんで燻製にすんだよ。使い込んだらコギミンもゴミキュンになっちゃう。ゴミキュンって言わな、言うな絶対。食べるよ、それは。こんにちは。どう？どうもどうも。こんにちは。あ、私なんかいつの間にか花火上がったもしかして。120万ポイント達成の。ああ、これ昨日か上がったの。びっくりした。あ、なんか、このバーの、目標達成のバーのところ、バーっていうの線のところ、ギリギリだったから。昨日か。あ、よかったよかった。花火見逃したかった。初物の方ありがとう。こう？炙り小牛。やめてよ。やめてよ。遊びに来た。はいとね。はいとす。こんにちは。あ、トムの方ありがとう。どうもー。トムさんがおもちゃにして最終的に、もっと誰か来たよ。ダメですよ、そんなこと言っちゃう。小気味よね。こんにちは。不況を用意して小気味アピールしよう。誰に不況すんのよ。誰にすんのよ。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。さっきさ、氷、お水飲もうと思ってコップに氷入れようと思ってさ、氷作っといたのをさ、出したらさ、まだこうちゃんと固まってなくてさ、めっちゃなんか底の方がちょっと固まってなくて、水が出てきて、あ、やばいってなって、あのコップに氷いっぱい入れた。あの氷を作った氷入れるケースにさ、そのままいっぱい入れちゃったらさ、そのまま放置しちゃったら全部氷固まっちゃうから、水ね。急いでいるといっぱい、うん、今飲んでる水キンキン。2、3個入れようと思ったのにいっぱい入れる範囲やちょっと。お兄ちゃん2度目の方ありがとう。どう？笑ってはいけません。あの朝氷入れといてさ、水入れといてさ、もうできたかなと思ったの配信前に。まだだった、もうちょっとだった。初音の方ありがとう。こんにちは。今日は当店に乗ってお出かけ、仕事だけ、あ、お仕事な、頑張ってね、頑張れ。こんにちは。ゴミギュンって強そう。ゴミギュン、何ですかそのキャラクター、知らないな。こんにちは。初音の方ありがとう。どう？冷凍庫に頑張るって言っとく。いや、もう少しちょっと頑張ってもらわないと。白ワイン入りの氷、白ワイン持ってないか、ないよ、白ワインなんて飲めわよ。だってか飲んだことないか、白ワイン飲んだことない。あれはあるけど、あのあれなんだっけ、あのなんかさ、ワインのさ、赤ワインのなんかさ、フルーツみたいなやつ、フルーツみたいな、フルーツっぽい感じの、あんま好きじゃなかったんだよね。名前忘れちゃった。それなんていうのか、ゴン太郎さんファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。サングリア。よくわかったね、それを。飲んでみたのよ。なんか、飲んでみたんだけど、ちょっと、違ったね。違った、ね、なんか、ちょっと、無理だった。無理。ワイン、いけなくない私、きっと。それ無理だったら。ちょっと、
なんかほんのちょびっとで、あってなった。これ無理だ。カニちゃんの、お疲れ様です。お疲れ様。任せてください。どういうことよ、何が。サイズのめっちゃ混んでる。確かにこの時間めっちゃ混んでそう、昼時。最近行ってないな、サイゼ。サングリアとワインは全然違う？本当に？飲めるかでもワイン。いや、怖いんだよね。そう、サングリアがほんのちょっと飲んで、いや無理すぎて飲めなかったから。もう、なんか、私あんまお酒好きじゃないから、もっともっと。やめとこうかな。挑戦するの。もう好きじゃない。カニちゃんと、チラカニちゃん。キラボシャクをキラボシャクありがとうございます。ね、みんなもキラボシありがとう。クマもありがとうございます。こんにちは。どうもん。やおー。よいしょ。カニちゃん。じゃあ飲みに行きますか。泡好きじゃないって言ったのに。スパルタだなぁ。こんにちは、どうも。まあまあ、いつか機会があったんだよかな。来るか分かんないけど。お腹空いてきた？食べちゃえな。お腹空いたら食べたらいい。お腹空いたら食べた方がいいね。こんにちは、どうも。多分サングリアダメだったらワインはもっと食べそう。だと思ってた、私も。ワイン、今んとこ飲むつもりないけど。サイズのワインめっちゃリーズ。あ、なんか見たことあるよ。安っと思ったけど、ちょっとワインは飲む気がしなかったから頼まなかった。トゥーザ1軒目どこ？トゥーザ1軒目どこじゃ。こんにちは、どうも。やっほー。もうちょっとで11位じゃん。みんなたくさんありがとうね。302ポイント差だ。金さん、ありがとうございます。いや、よかったも死後化計画進んでない。いや無理よ。無理よ、私には。カニちゃんどう？なろうなんて、なろう、なりたいなんて言ってない。なろうと思ってないです。いい、よかったも182人。おはようさん、今月もありがとうございます。はいと、はいと、もう182人。近いじゃん、200人も。ありがとうございます。せいぜいのワイン飲みたいけど、ゴーも仕事？それなら我慢するか。せいぜいのワイン過ぎて、この間 1.5 リットルのボトル飲んだらフラフラ。1.5 リットル結構飲んだね。こんにちは、どうも。私の努力は足りておらず申し訳ございません。多分集合が計画。本人がする気ないのよ。初見さん、コメントありがとう。こんにちは、どうしら。こんにちは、たまんたまんたまん。こんにちは、本物の初見さん。本物の初見さんよ。このルームは偽物の初見さんが多いから。このルームの特徴、偽物が多い。初見詐欺師が多い。兄ちゃん、土日お祭りです。トマお祭りで何食べますか？私お祭りで、お祭りで好きなのは焼きそばとリンゴ飴です。リンゴ飴ずっと食べれてないんだよね。食べたい。リンゴ飴ってさ、専門店もあるじゃん。最近リンゴ飴専門店、そこ行きたいんだよね。なんかリンゴ飴専門店だったらさ、なんか飴の部分にさ、なんかココアパウダーとか、なんかそういう変わったココアパウダーがついてたりとか、そういうなんか変わった。ああ、ブブ。あるせしな。変わったやつもあるから、それ食べたい。ブブに物落とされた。戻して。ボブさんがひたすらしてた。さっき物を落として、僕の名前は初見？何言ってんだよ。こんにちは、ボブさん。
変わってほしかったのか。いいですね、なんかいつもかこんにちは、話さないからな。ずっと私の膝の上、無理よ、ダメ、ブブ降りちゃダメ、いたずらしようかどうする、ブブ諦めるか、諦めるか、寝れないってブブさん、ダメだって、気をつけて、出られないからな。捕まえた。いや、ブブと遊んでる涙って言ってない、涙って言ってるじゃん、あなた。なんか手に涙ついた気がしてたら、はい、最近ごめんなさい、ブブに代わって謝罪ブブに代わって謝罪、3本捕まえた、なんでブブさん、そろそろ爪切りしよう、させてくれる、見てるよ、爪じゃん、ちょっと起きろか、嫌だねこんにちは、どっか行け、どっか行け、はい、何がしたいの、降りてったこんにちは、どうも、うにゃん、後で爪切ろう、絶対嫌がるだろうな、うーさんね、最初なんか爪切るときとか最初ちょっと嫌がるので、一回チュールあげて、チュール上げて落ち着かせたら、おとなしく爪切らしてくれるそう、一回チュールで、ちょっとね、あの機嫌を取ったらいける、ブブさん、いつもそう、こんにちは、はじめまして、違いますよ2度目の方ありがとう、こんにちは、初音の方もありがとう、どうも、うーん、よいしょ、こんにちは、チュール無敵？いや、チュール強いよチュールあげればね、おとなしく爪切りさせてくれますから、ウブさんはタフトカットはさせてくれないけど今週の先ほどの色素少しあげたらね、ちょっとおとなしくなるからウブさん、そんなめっちゃ暴れるわけじゃないから、いい子でちゃんと切らしてくれるし、チュールあげればね最後にあげるんじゃないの、もう先にちょっとあげて、まあ最後にもあげるけど少しずつあげちゃう、こんにちは、どうも、んー、多分500言わして500回言わってこと、そんなこのルーブで配信してないの未来一人だけ先行っちゃっちゃうの、チュールで解除する、そう、チュールで禁煙取るのこんにちは、と、さすが水色、いや、さすがじゃなかった、今日の水色ドレスかわいい、さすが極水色今日の水色ドレスかわいい、いつもラジオ配信これなの、いつも2度目の方ありがとう、こんにちは、どうも、最近ブブーさんの気がすごい、最近じゃないか、いつもか、よろしくしなきゃ、こんにちは、またやる配信で、またね、こんにちは、あんたも、冬の取り口引いた、今回は前回の洗面器みたいにかさばらないから、ね、確かに、え、今日引いてきたよ、さっきね、引いて、あのお昼配信前に引いてきて、当たったのはトレイと、あと、トレイと保存容器セットの、あの緑と薄いピンクのやつと、巾着、ハンディモップ、マスコットが当たった。5回引いて、かぶりなし。奇跡。奇跡。え、びっくりした。あげて。え、かぶりがなくって、もう、まずそれで嬉しかったね。こんにちは。どうも。はじめまして。違いますよ。違います。今382回目？これ。意外とやってるな。私。あとちょっと4分かいってこと？よいしょ。こんにちは。
アバターの格好してる？アバターがこの格好してる。ギャグ。こんにちは、どうも。2度目の方ありがとう。こんにちは。チュールって何が入ってるんですか？やばいもの入ってないとリグズリは。確かに。猫やばいよね。チュールの食いつき。どの猫もじゃない？めっちゃやばい。だって、ブブさん、ブブのさ、ケージの上にさ、チュール置いてた時があって、チュールの揚げかけのやつを少し上げて、あとだけよと思って上に置いてたら、取れないだろうと思ってたらさ、ブブさん、チュールをさ、なんていうの、なんか、こう、猫パンチ、なんていうの、なんか、落として、よく一階に。ブブさん、意外と頭良かったわ。じゃあ、空いてないチュールだったかな、一回。上に置いといたチュールを落としてね。もうすごいボロボロな状態で。ああ、ちょ、これこれこれ。あそこに。死ぬね、ブブさん。なんだっけ、そう、ボロボロな状態のチュールがね、帰ってきたらってことあった、ケージの前に。いや、すごかったよ。めっちゃボロボロで。もうすごい、チュールに対する執着がすごい。何ちゃうの？初見さんコメントありがとう。こんにちは。今日方も184人、エルプリメロさんとネコママさん、2人とも今月もありがとうございます。大丈夫？ブーさんがなんか遊んでるわ。どうしたのか、走り回りたいのか。こんにちは。2度目の方ありがとう。どうも。明日のくじは全て今日と同じものが当たりそう。なんでそんなこと言うの？なんでよ。こんにちは。2度目の方ありがとう。なんか今日小気味くじ引きに行ったんだけど、まあ、誰も引いてなくて、私が一番最初だったから全部あったんだけど、もう少し少なくなってから今日5回引いてさ、とりあえずもう1回引こうか迷ったけど、あと何回か引こうか迷ったけど、とりあえずちょっと明日か明後日ぐらいにもう少し数が少なくなってから引こうかなと思って、一旦様子見。ペットカメラつけてないね。ない。ジャンプしてないの？その、ケージの一番上のとこ登って。手でね、なんか、なんていうの、ジャンプはしてないけど、なんか、落として。ね、ブブさん。いつもの方ありがとう。こんにちは。さすが破壊王。そうやからね、ブブさん、猫じゃらし。猫じゃらしは、あげて一人で遊ばせてたら、なんかブブさん、猫じゃらしの部分じゃなくて持ち手の部分でも遊ぶのよ、あげてたら。もうプラスチックの棒を持ちて、そこも噛んでさ、そこの部分破壊されてた。持ち手の部分、プラスチックの部分噛んで折れてた。よかった。まず185人、インタさん今月もありがとうございます。はい、ね、ありがとうございます。さすが初見王。初見王ってなんだよ。どうする？ブブ頭悪いと思って、いや取れないと思ってたけど、チュールに対する執着がすごかった。たまには初見さんみたいに許可ともに俺を言われたい。いや初見さんや、ちょっと、いや俺はダメですよ。いやだよ、初見さんやな。だって嘘つきなんだもん。こんにちは、どうも。初見詐欺じゃなかったね。いやさ、お昼ご飯食べてない。まだお腹すかない。何食べようか。はじめまして。違うんだってば。違うってば。こんにちは、どう？今日は何あげたの、ついてくれますか？ぽっくんよ。じゃあぽっくんよ。じゃあちょっとダメだな。こうイクラをたくさんくれたら。初見に優しくないと。違う、初見詐欺には優しくない。それはね、そりゃ初見詐欺は良くない。嘘つきですから。明日行ったら売り切れてるかもしれないから、ある時に行った方がいい。売り切れてるかな？嘘。なんか、でも、ハンギョドンのアトリクジあって、ハンギョドンも確か最近出たやつなのよ。ハンギョドンはまだ結構売れ残ってたから、全部何個かはなくなってたけど、全部じゃなくて。あるでしょ、さすがに。すまに。こんにちは、とも。子さんのやつ、違う。嘘つき、嘘は良くないよ。そういう初見詐欺とかの嘘は良くないですかね。初
初見作業ギフト集めてそんなもんないって。初物の方ありがとう。こんにちは。初見作コメントありがとうね。こんにちは。紐を引っ張ると動くネズミのおもちゃ。あ、食いつくかな。ウーさん、なんか猫じゃらしはすごいね。食いついてくるけど。めっちゃビビりそうだね、そのおもちゃ。最初。ヘラギラさん、ファンレベル12。ありがとうございます。ありがとう。本物の初見さんいらっしゃい。本物の初見さん。本物の初見さんはいいね。初見作業はダメですけどね。初物の方ありがとう。こんにちは。ひどいな。みんな初心忘れないな。大丈夫？でも初見作業はダメです。そう、嘘つきですからね。いくら強い。いや、いくら大好きだ。今日も初見さんいっぱい。まあ、本物の初見さんいるけど、初見詐欺さんがいっぱい。俺初見です。なんで俺です。俺初見詐欺。嘘は一回もついたことないと、それが嘘なのよ。それが嘘だよ。こんにちは。ハトモの方ありがとう。ひょうかちゃんもお昼ご飯中。私のお昼ご飯中。いつから猫になったの私。でも気づいたら10位になってる。ありがとうございます。なんかパありがとう。表示出てたこれ。ありがとうね。10位ありがとうございます。こんにちは。初心です。まあ、初心ですならまあまあまあいいか。グラムさんの初見タワー、初見タワー投げに憧れてる。いいのよ、その間アカウント作りかけたらダメよ。顔出してください。あ、夜出す。夜いや、ちょっと。こんにちは。辞任は初見なので初見です。違うのよ。違うのよ。みんな初見さんって言ってるから、みんな嘘つきなのよ。いくらに似てる。チュールいくらに似てる。絶対似てないだろ。匂いからして違うじゃん。偽物の初見詐欺もと思う。どういうこと？偽物の初見詐欺ってどういうこと？どういうこと？初見パワーでランクアップ。何言ってんですか。こんにちは。お、今日方もチュールも食べられるんで、さすが虫食べるだけある。何言ってんの。何言ってんですか、あなた。初見です。違う、初心です。おかしくない。まあ確かに、確かにね。初回です。はい。いいな、そのなんか初見シリーズいいな。初旬です。旬なんだっけ。秋。初秋です。何言ってるんですか皆さん。何言ってんだ。あーもうだよ。みんな初日です。もう何言ってんの。な、暑すぎておかしくなっちゃった。おかしくなった。秋の始まりって。それは合ってるか。田村です。誰ですか。ああ、推しにいるって言うから。え、私こんなボケてないよ。みんなのが変わってるからね。こんにちは。とも季節的には合ってた。うちのワンコも餌に飽きた時チュール混ぜると食いつきすごい。え、確かに。たまにさ、餌にチュールかけてあげるんだけど食いつきやばいね。でもさ、こんにちは。そういえばさ、今日目代わり買った、気になってた、あの化粧品買った、眉マスカラとリップ届くの楽しみ。2個買っちゃった、目が終わりで。こんにちは。よいしょ。どうもこんにちは。どうも。よいしょ。どうも。エアポッツは買ってない。目が終わり、あの9点の目が終わり、9点ってやつ。年に4回ぐらいやってるやつ。そんなやってないけど、3、4回やってるやつ。酒の話かと思ったら違うよ。酒飲まないもん、私。最後に飲んだの、いつだろう。飲まない、普段。キャンキャンさん、初見です。山田京香です。何言ってん？どういうこと？意味わかんない。エアポッツは買ってない。キャンキャンじゃない。釣られちゃった、キャンキャン。なんだっけ。9点ってさ、エアポッツ持ってんの？持ってないかと思ってた。
メガ盛りじゃないよ、メガ割りだよ。そう、キューって。こんにちは、どうも。どうも、どうも。今、メガ割りやってて安くなってるから。化粧品2個買って、とりあえず。あと何個か、クーポンあるけど。どうしようかな。何か、なんか欲しいのあったっけ？エアポッツ売ってんのかな？でもエアポッツは、アマゾンのさ、ブラックフライデーでちょっと見て決めようかなと思って、値段見て高いからな、エアポッツは。WY@ 影の守護神さん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとうございますね。目が悪い、違うのよ目が悪い、目が悪いじゃないのそれただ目が悪い人。売ってない、エアポッツ。いや、そうだよね。そんな気がしてた。キューって。アマゾンかな？ブラックフライデー、次。こんにちは。初見さん、コメントありがとう。どうも。ブラックフライデーってどういう意味ですか？黒い金曜日っていう意味。そう、黒い金曜日っていう意味。なんでブラックフライデーっていうの？知らない。知らない。あつおの方ありがとう。こんにちは。ブラックフライデー、エアポッツ安くならないかな？この前のさ、なんだっけ？プライムデー。プライムデーはエアポッツ安くなってた。けど買わなかった。迷って、やっとどうしようって思った結果買わなかった。プライムデーめっちゃ私ギリギリでさ、いろいろ買った。食器だなと。なんか部分のやついろいろと。ギリギリで買った。カニちゃんどうも。ブラックが来るのは分かるんだね。えらいえらい。大体分かるだろう。大体分かるだろう。お母ちゃん、シカシカ、ん？シカシカじゃなかった。ん？シカシリーズ知ってる？シカシリーズって何？シカシリーズ、シカ？シカって何？何？どういうやつ？分かんないよ。二度目の方ありがとう、お母ちゃん。ブラック許可タブってどんな感じですか？あ、黒い私よ。何それ？そのまま、あ、そうよ、ブラックフライデー、黒い金曜日初見です、違うだろ銀のスプーンあげてたついでに少しもらって酒のつまみにしてた、超薄味え、なに、自分も食べてたのついでにもらうとかあんの味薄いんだ、猫のやつって。あ、確かに猫薄な、でも味良くないからな。そっか、そりゃそうかびっくりした、少しもらってた、本当にこんにちは、どうも。プライムってどういう意味？プライム分からないこんにちは、どうも。なら安くなる、だよね、多分安くなるよね。なんかこの前スマイルデーかな、スマイルセールかな、なんかやってたじゃん、アマゾンの。それは、あの、AirPods 安くなってなくて、安くなってなくて、ブラックフライデーかな。一番そのさ、割引率が高いのがブラックフライデーでしょ？ Amazon って、セールの中で。見てみようかなと思ってる。でももうちょいさっき、11月ってなんか、誰かこの前言ってた、その、この話した時に、ファンの方がね。二度目の方、集まった方、ありがとう。こんにちは。あ、韓国コスメのシカ、あ、それ、韓国コスメ、なんか、あの、クリームとかのやつだよね。あ、知ってるよ、そりゃ、シカ。なんか、前使ってたな、シカクリーム。全然なんかさ、あの、有名なやつじゃないんだけど、もっと安いやつ、ドンキに売ってるやつ、使ってたけど。あんま何も変わんなかったかも、なんか他のクリームに比べて。私はね、いいみたいな気で使ってたけど。あ、わかんない。あ、友の方ありがとう、こんにちは。チョケンさんコメントありがとう。やってみまして。こんにちは。と。アマゾンの半額セールお得。半額セールとかやってんの？本当に？でかいな、半額。今度、チュール少しもらって。嘘でしょ？いや、いいよ、チュールは。ちょっとブーさんに全部あげるよ。私は、ちょ、遠慮しとくわ。初見です、詐欺は 100%。わかるよ、そりゃ。初見の方はさ。今いるじゃん、初見の方コメントに。そう、初見ってこのマークがつくから、ついてない方はあの初見詐欺の方です
わかるよ。カニちゃんどうも。初の方ありがとう。どうも。でもさ、たまにさ、こう、初訪問を覚えてなくってさ、なんかそういう、配信終わったらさ、なんかどっかのルームに飛ばされたりとかあるじゃん。飛ばされるってのがあるじゃん。だからさ、こう、2回目でさ、で、覚えてなくって初見ですって言ってんのか、わざと言ってんのか分かんない時はあるけど、その2度目の方がね、これが一番むずいよ。見極めるの。で、ファンレベル見てもさ、ファンレベル、その、ゼロだったらさ、分かんないから。まあ、初見ではないんだけど。本人が、こう、覚えてる。カニちゃんとも今日もこの後寝る？それはもちろん。もちろん、もちろん。カニちゃんやってないよ、やってないんかい。嘘つくなよ。カニちゃん。ケンさんいらっしゃい、夜も来て。ぜひ、夜も来てください。いついなくなってもおかしくない状況？どういうことないが？よいしょ。こんにちは、どうも。去年の Amazon ブラックフライデーは11月24日から12月1日だった。今年もそんぐらいだよね、きっとね。11月。11月末ぐらいから。ちょっと、AirPods 狙いたいなと思ってる。たけんさん、コメントありがとう。おは今日か、今、おは今日か、おはよう。おはようね。おはよう。わしもまた夜に来てもいい。いつ来てるじゃん。いつ来てんじゃん。来てよ、また。ハンドル名か、書いても初見マーク。初見マークつかないよ。そのアカウントで、その、そのアカウントで初めてじゃないと。つかない。ハンドル名とか名前だよね。名前書いてもつきません。初見です。マーク書いてみた。マーク書いてもわかんねえ。ゴールド回収で2度目なんだって、そういうことか。どうどうどう？ 2 度目。どうどう？初見です。違います。こんにちは。どうも。よいしょ。たまたま。よし。こんにちは。いや、普通。こっちね、なんか今、イヤホン、最近使わないんだよなぁ、まぁ、あ。出かけた時にね。まぁ、出かけないけど、出かけた時に使いたいからよ。イヤポッツが欲しいよは、可愛いケース使いたいから。今、アンカーの、Bluetooth のイヤホン持ってて。アンカーのやつ、アンカーもいいけどさ、ケースがさ、ないからさ、お、なんていうん、ケースなしなのよ。だから結構傷ついちゃってて。ケースこんにちは。そろそろ初見、そろそろとかないねん。でもさ、回り回ってグリッターも自分に返ってこない。どういうこと？グリッター自分に返ってくるってどういうこと？どういうこと？ルーム飛んで知らずに二度方あるあるだなんだよね、きっとね。こんにちは。アカウント作り直したアンディ買えないと初見。あ、そう。そこまでしないといけないからね。ダメよ、そこまでしちゃう。こんにちは、どう？つむの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。つむさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。前もタムポッツが欲しい。かわいいタムケース買いたい。なんだよ、タムポッツって。日曜日から土曜まで英語？なんで、マンデー、チューデー、サーズデイ。なんで、マンデー、チューデー。チューデー、火曜日。サーズデイ。木曜日なんだっけ？サタデイ、フライデイ、サタデイ、サタデイ、土曜日だっけ？わかんない、よくわかんないよ。なんだっけ？なんでマンデー、チューズデイ、マンデー、チューズデイ、もう忘れちゃった。あ、ウェンズデイ、ウェンズデイ、一個抜けてた。こんにちは、どうも。上の部分書いてみました。その初見は偽物の初見マークなんで。ガンダローさんファンレベル中に入ってます。ありがとう。こんにちは、どうも。二度目の答えと、こんにちは。英語は苦手よ、私。苦手よ。ちっちゃい頃は英会話通ってたけど。よくわかんなかったしな、英会話も。そのちっちゃい頃、ちっちゃい声ですから。
ひょかたもず186人、にゃんばくさん今月もありがとうございます。はい、どうもですね。イヤホンケースだけ残ってるのあればアンカー使う。イヤホンケースだけ残ってるのあればアンカー使う。ってこと？イヤホンあ、イヤホンケースに、あ、エアポッツのイヤホンケースにアンカーのイヤホン入れるってこと？はまんなくない？はまんないよ、絶対。よかった、まず187人。ジップさん、初めてありがとうございます。ありがとう。あいつね。二度目の方ありがとう。こんにちは。この写真そろそろ変えたら、ラジオの写真変えた方がいい？まぁ、あ、ちょっといいのがあればね。こんにちは。ムーンの色は決まってる。まぁ、あ、ね、そう、仕方ないだから。仕方ない。カニちゃんとも最初に耐えてきて、ちょっと待って、すぐ戻るわ。この画面にしようかな。え、これマイク入ってる？入ってるね。ちょっと待ってて、すぐ戻ります。待っててください。できます。よいしょ、戻った。ちょっと待ってね。ラジオ、オッケー。こんにちは。よいしょ。さっきさ、夜から出ようとしたらブブさんがさ、扉の前に行ってさ、なかなか行けなかった。行くなって。夜から出るなってさ。かわいいね。連れてきた。あ、どこ行きそう。やすさん。たけくんもたくさん挨拶です。ありがとう。あー、涙。こんにちは。ガンって当たっちゃう。そう、でもたまにさ、そのキッチンに行ってさ、リビングに戻ってくるときにブブに気づかなくって、え、気をつけて開けてるけど、いつもちょっと当たっちゃうときある。何、扉の目の前で待ってんだよね。可愛いけど当たっちゃうよ、ブブさん。こんにちは。どうも。何してるの、そこに座って。やだね、連れ戻されてね、どっか行こうとしたら。だね、どっか行って。こんにちは。お待ちくださいの本当が事務的だから難しく可愛いのにしたい。
あ、確かに。これめっちゃ前あの YouTube でさ、 AKB のチャンネルのでさ、ゲーム配信した時あったじゃん。その時に一番最初に、うん、なんか少々お待ちくださいの画像も、画像とあと YouTube だからさ、二重っていうの、一番最初の二重作ってくださいって言われて、で作ったやつで、結局その YouTube の配信の時は一回も使わなかった今でもほぼ使う場面ない今でもたまーにぐらい今度帰るかな。こんにちは、どうも。かわいいでしょ、ブブさん。だから扉開けっぱで、そう、ブブさんが廊下出てきたがるから、いつも扉開けっぱで廊下に出ることあったけど、キッチンでなんかキッチン行くときとか、あれもんするときとかブブさんこっちまで来る、私の方まで来る。かわいいな、ブブさん。レア、レア曲も、レア曲はレアよ、あの画像は。たまーにしか出さないから。あつものことありがとう。こんにちは。お、部屋から出れない。見損ないました。ブブさん束縛大事。ブブさん束縛大事。そう、扉のさ、目の前にいるのよ、その。で、ちょっとずつ扉開けてて、ブブさん出るよーって開けていったら、ゆっくりといてくれる、いつも。何、ブブニャン用の穴開けて、怒られるよ。怒られちゃう。開けたら大江さんに怒られるじゃん。こんにちは、初物の方ありがとう。お、ヨカちゃん料理たまにするね。最近してないや、キッチン暑いキッチン暑いです。あ、無理もう少し涼しくなったら足しようかな。もう暑すぎて、ね、料理あんまり廊下出してもらわないから出たい。いや、うん、あんま出たがらないのよ。そんなに、自分からそんなに。まあ、ずっと開けっぱにしてたらたまに出たりしてるけど。ずっと開けっぱはさ、エアコンつけてるから。ちょっとあれじゃん。電気代。こんにちは、の。ハズマの方やと、どこに。こんにちは。え、外まだ暑いよ。めっちゃ暑かった、今日。コギュンのさ、当たりくじ引きに行くのと、あと買い物でちょっと出たんだけど、じゃあ暑い外、暑いになったら涼しくなるんです。え、まだ夏じゃん。レンチン料理極めるか。レンチン、確かにいろいろあるもんね極めるか。え、キッチン廊下にもさ、エアコンあればいいけど、そんなに広くないからなどう、キッパにするしかない。料理ってお湯沸かしてカップ麺に注ぐだけそれ料理って言える、いける。あ、じゃあよくしてるかも、それを熱くて焦げ火になっちゃう焦げちゃう、小麦粉焦げる。そう、もうくじ引いてきたよ。まだね、誰も引いてなくって、私が行ったところは今回かぶりなしです、今のところ。5回引いて、わわ、まだまだだけど、まだ5回しか引いてないから、今のところない。これから怖いね。一応欲しかったね、あのクッションとティッシュボックスカバーはまだ引けてない。でもハンディモップだっけ、小気味あれ引けたの嬉しいね。鍵開けよ鍵開けできた。早く涼しくなってほしいです。夏が終わってほしい。ずっと夏長すぎる。秋短いくせにこんにちは、どう。いつ涼しくなるのって、いつ。10月も暑いよね、まだね。いつ涼しくなるんですかこんにちは、どう。暑すぎてやだ出れない。秋は短いし、本当に年々短くなってる。ラストアンの宿にちょこちょこ覗き、え、そうよ、そう、ラストアンも狙いたいからちょこちょこ行かなきゃいけない明日も行くつもりでいる。明日か明後日また行こうと思ってて、まあ、明日行きたいな。ダジャレですぞ、ダジャレ涼める。あとの方に、うん、秋は秋が来ない。いや、ダジャレは2度目の方ありがとう。こんにちは、
首にかけるファンデーション、アマゾンで800円ぐらいで売ってんの。意外と安いんだね。首に、なんかね、首にかけるファンじゃなくて、なんかさ、冷たいやつ、なんか、なんていう、20何度とかでさ、凍るやつあるじゃん、なんか冷たい。なんかめっちゃ前の、パンダの、パンダ待ちでもらったやつかな。めっちゃ前、何年か前の。それある。なんか、低い、あんま低くなくても、20何度とかで凍るやつ。ネッククーラー。あ、そう、ネッククーラー。それ。それは持ってるけど、あれはね、あんま、まあ、冷たいんだけど、20何度とかで固まっても、冷蔵庫入れとかないとね、そんなに、そんなだったら扇風機に追加もくっつけるやつ。こんにちは。あ、12分だ。あ、でも13分だ。ランキングもこそそう。2度目の方、ありがとう、かにちゃん。冷たくなるのは高い。何円ぐらいなんだろう。もらったのよ、あれは。パンダ町のやつで。使ってますよ、俺。冷蔵庫に入れてる。たまに使ってる。キッチンで暑すぎるとき。13位買いますね。13位、なつきさん、ありがとうございます。12位、さとしさん、ありがとうございます。11位、ダンディジュンさん、ありがとうございます。10位、テラヒロさん、ありがとうございます。9位、ジャックさん、ありがとうございます。8位、T さん、ありがとうございます。7位、ムムさん、ありがとうございます。6位、ナイチさん、ありがとうございます。5位、ゴンタロウさん、ありがとうございます。4位、ナカミーさん、ありがとうございます。3位、グランツさん、ありがとうございます。2位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が、ヤンスさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。おやらしい、今日もありがとう。ね。ありがとうございました。夜配信は、明日じゃないわよ。昨日って言いたかった。昨日とかと同じような感じで。18時から22時の間で一回して、その後にもう一回しようかなって思ってる。明日じゃない。昨日って言いたかった。先言っちゃった。間違えた。中身さんファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。初見です。違いますよ。違うよ。こんにちは。どうも。そうそう、なのかな。じゃあまた夜配信で、お仕事ある方頑張ってね、待ってください。夜も頑張ってきます。急に絵文字いっぱいになった。頑張ってね。いいです、ありがとうね。ありがとう。また夜も初見詐欺して、初見詐欺はダメですよくない。9時代稼いでくる。9時代稼い、9時引くの。みんなも行くか、みんなでご機嫌9時。そうそう、だからマニオンナイトさん200回目の方もありだな。たくさんありがとうね。じゃあまた夜